エルベ川沿いに位置するドレスデンの街並み、1900年。ラフマニノフの創作活動に静かな環境をもたらしたピアノソナタ第1番に単調作品28は、セルゲイラフマニノフが1907年11月から1908年5月までに作曲したピアノ曲。公共曲、第2番やオペラの断片と並んで、ドレスデンの静かな土地で作曲された三部作のうちの 一つ。ラフマニノフは初期校を後のラフマニノフの電気作家オスカーフォン・リーゼマンに弾いて聞かせたが、リーゼマンはこの曲を好きになれなかったという。元来はゲーテの儀曲ファウストを題材として作曲された。後にこの発想は放棄されたが、それでもなおファウストの影響を辿ることができる。三つの楽章からなり、 全曲を追走するのに35分から40分を要する。典型的なピアノソナタとして構成されている。特に修学賞が長大で超絶技巧を要する。1906年11月にラフマニノフは妻と娘を連れてドレスデンに移り住み、公共曲第2番の作曲に没頭した。公共曲第1番の失敗による屈辱を進むため、 また、モスクワの喧騒から逃れるためであった。かの地で、ラフマニノフ一家は、静かな生活を送り、私たちは、つぐみのように暮らしています。誰にも会わず、知り合いも作らず、どこにも出かけずにおります。しこたま仕事をしましたと、指針で告げている。しかし、集中できる環境の中でもラフマニノフは、ピアノソナタ第一番の作曲に、とりわけその構成に難儀した。 最初の構想は、ゲーテのファウストに基づいて、第一楽章を、ファウスト、第二楽章を、グレートヒエン、第三楽章を、メフィストフェレスの肖像とする表題的なそなたの作曲であり、実際のところこの三人の登場人物を各楽章に反映させるという発想は、フランツリストのファウスト公共曲のそれをなぞっている。この発想は作曲開始直後に放棄されたが、 それでも、なおその題材は、修学賞において明瞭である。リーゼマンや、メトネル、カトワールからの忠告により、ラフマニノフは45分もの長さのあった楽曲を、さらに35分ほどに切り詰めたという。初演は1908年10月17日、コンスタンティン・イグムノフによる。ラフマニノフのピアノ曲が、他人によって初演された珍しい例である。 過去に巨匠と呼ばれた演奏家で本作品を録音、演奏したピアニストは数少なくマイケル・ポンティやルース・ラ・レード、アレクシス・ワイセンベルク、セルジオ・フィオレンティーノ、ジョン・オグドン、ウラディ・ミル・アシケナージがいるのみである。なが現在では、イディル・ビレットやハワード・シェリー、エフゲーニザ・アラ・フィアンツなどの中堅演奏家のほか、オッリ・ムストネンや田山正幸といった若手が取り組んでいる。 ありがとうございます。